世界初の有人宇宙飛行に成功したユーリガガーリンの写真有人宇宙飛行とは宇宙船に人が乗り宇宙を飛行することである宇宙飛行を行うために特に訓練されたものを宇宙飛行士と呼びそうでないものが宇宙飛行を行う場合特に宇宙旅行と呼ぶ宇宙ロケットに人間が乗り込むことには依然安全上の大きなリスクがあり実際に宇宙開発においては 惑星探査などその多くをロボットが担っているが、人間が行わなくてはならない活動も少なくない。宇宙船内での高度な実験、宇宙ステーションの建設などを行うことは、すなわち宇宙開発の主導権を握ることを意味する。有人宇宙飛行に成功しているのは、ロシア連邦、アメリカ合衆国、中華人民共和国の3カ国となっている。 ポストークは1961年4月、人類が初めて有人宇宙飛行をした際に登場した宇宙船。人類で初めて宇宙に出た人物はユーリーガガーリンであり、宇宙から帰還した後の会見で地球は青かった。という発言は有名である。この有人宇宙飛行の成功によりソ連は宇宙開発においてアメリカを引き離すことになる。 ボスホートはアメリカのジェミニ計画に対抗する目的で作られた宇宙船である。1965年3月18日のボスホート2号では世界初の宇宙遊泳を実現した。ソユーズ宇宙船ソユーズはアメリカのアポロ計画に対抗する計画であり、月着陸を目指していたが、アメリカの大やげが激しく、1969年のアポロ11号によって、 ついにアメリカに先を越されてしまう。これによりソ連は月到達を諦めてサリューとミールなどの宇宙ステーション建設を目標にした。このソユーズ宇宙船は現在も使われておりアメリカのスペースシャトルの運航が終了して以降クルードラゴンが運用開始されるまでは国際宇宙ステーションへの唯一の王冠手段となっていた。ブランはソ連が開発した。 有人宇宙王間機でソ連版スペースシャトルとも呼ばれる。打ち上げには超大型ロケットブースターエネルギアを使用し、推進機としては本体には軌道上での姿勢制御装置のみを搭載している。無人のテスト飛行のみ実施。多額の開発費に行き詰まり、ソ連崩壊によって計画は凍結した。専用輸送機として開発された無リやが近年、 世界最大の搭載能力を持つ輸送機として脚光を浴びている。マーキュリー計画とは1956年から1963年に行われたアメリカ初の有人宇宙飛行計画。アメリカ初の宇宙飛行士として7人が選ばれ、マーキュリー7と呼ばれた。1961年5月のマーキュリーレッドストーン3号により、 アメリカ初の有人宇宙飛行に成功。この計画の成功により、当時ソ連より大幅に遅れをとっていたアメリカの巻き返しが始まり、1962年2月のマーキュリー・アトラス6号ではアメリカ初の地球周回飛行に成功する。エドワード・ホワイトはジェミニ4号でアメリカ人初の宇宙遊泳を行った。ジェミニ計画とは、 当時のアメリカ大統領であるジョニー F ・ケネディが1961年5月15日に行ったこの10年期の末までに人間を月に着陸させ無事に帰還させるべきだと信じる。とする演説を受け、これを実行するためアポロ計画の下積みとして実施された計画であり、この計画で育まれた技術はアポロ計画に活用された。アポロ計画とは、 人類を月へ送る計画である。人類を月へ送るための機材を打ち上げるには、それまで打ち上げロケットとして使っていた大陸間弾道ミサイルを改良したものでは不足であった。アメリカは新ロケットであるサターン V 型ロケットを開発し、その先端にアポロ宇宙船を取り付け打ち上げた。 そして1969年7月16日、アポロ11号から切り離された月着陸船が月面に着陸。人類は月の地面を踏んだ。人類を月に送ったことは人類の新たなる一歩を意味し、アメリカとソ連との宇宙開発競争でアメリカに劇的な勝利をもたらした。スペースシャトルスペースシャトル計画とは、 サターンやソユーズのような使い捨てロケットでは、高コスト化が進む、宇宙開発において、非効率であるとして、繰り返し使える打ち上げロケットを建造する、計画である。1972年に計画が開始され、1981年に、スペースシャトル第1号であるコロンビアが打ち上げられた。シャトルオービタの全長は37メートル。 外部燃料タンクの全長は47メートルである。2011年7月の打ち上げを最後に計画は終了した。新州宇宙船中華人民共和国では1992年から新州計画を開始。2003年に新州5号が宇宙飛行士1人を乗せた有人宇宙飛行に成功した。以降、2005年には新州6号に2人、 2008年には新州7号に3人、2012年には新州9号に3人、2013年には上10号に3人、2016年には新州11号に2人を乗せ友人宇宙飛行に成功した。国家の一信を示す象徴としての宇宙開発競争の鈍化とソビエト連邦の崩壊により多額の投資と政治的リスクを伴う、 有人宇宙飛行の予算が大きく削減され、一国だけで様々な宇宙開発を自主開発することが困難になった。そのため、偵察衛星や早期警戒衛星などの軍事用途の宇宙開発以外では、G8 加盟国を中心に国際宇宙ステーションの建設などで協力する機会が増えている。近年では宇宙船開発に関心を抱く、 民間企業も増え、資本化の投資による民間宇宙船開発も行われている。アメリカやロシアに続いて中国が有人宇宙飛行に成功したほか、インドが計画を進めている。ありがとうございます。